株式会社、松本清東日本販売とは、宮城県仙台市青葉区に本社を置く、株式会社松本清グループの100%子会社であり、東日本を中心に店舗を展開する、松本清や、だるまを統括している。略称は、MK 等または、松清東日本。本拠地の宮城県の全店舗をはじめ、東日本を中心に、北海道、 青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県の一部の松本清や、だるまの店舗運営、統括にあたる。東北、北海道、北関東地区の松本清直営店舗が、徐々に松本清東日本販売の運営に移行している。このうち、 70店舗は2008年7月1日に九州分割方式で一斉に譲り受け、その後に開業した松本清店舗はほぼすべてが松本清東日本販売の運営となっている。東日本地区の販売強化が狙い。実質的に松本清直営店舗と変わらないが、 レシートクーポンキャンペーンなどで独自企画を行うことも多く、地域の特性に応じて、きめの細かい店舗運営が行われている。地域により、出店展開が著しく異なり、福島県のように郊外型オープンモール内中心の展開をしているところもあれば、宮城県のように仙台市のみで、なおかつ仙台駅近隣にのみ、集中出店しているところもある。ただし、 2010年6月1日、岩沼市に、セラビー岩沼店が開店し、仙台市外進出を果たした。店舗はファーマシー型と郊外型に分けられる。調剤薬局においては、店舗単独での展開は、あまりなく、店舗併設型での設置がほとんどである。なお、調剤薬局併設型店舗はかつて数多く、存在していたが、薬事法改正による、 薬剤師の不足によって、調剤業務が廃止された店舗が多い。現在調剤業務を行っている店舗は、単独店舗として、ダルマ木町通調剤店、足利本庄店のみ。併設店舗として、関東では、熊谷駅ビル店、越谷東、大沢店、江戸崎店、牛堀ララルー店。東北では、仙台中央通り店、 仙台クリスロード店とエスパル福島店のみ。ごく最近では、いわゆるショッピングモールやスーパーマーケット内部の、テナント形式のインショップ型の展開が目立っている。これは、東北地域において、もともと県庁であり、ファーマシーの多くは、駅ビル内テナントとして、郊外型ドラッグストアは、SC や SM のテナントもしくは敷地内に設置される。 場合が多く単独立地型ではほとんど店舗展開していない。なお、東北6県の主要都市の駅ビル内にはほぼ当社の店舗が例外なく設置されている。2013年からは、だるま薬局が運営する、だるまの店舗の一部が、2014年からは、しめの薬局が運営する、しめのドラッグの店舗の一部が、順次、松本清へブランド転換した店舗も見られ、 宮城県を含めた東北地方の一部や石川県では、当社とグループ会社の二社による運営となっていた。その後、ダルマ薬局については2015年10月1日に、松本清 HD における、連結市会社の経営効率化を図る、再編のため九州合併して、運営会社を統一するとともに、同社が、岩手県、宮城県、栃木県に展開していた。 ダルマの運営を引き継いだ。また、ダルマ調剤薬局は、ダルマブランドの調剤店という扱いになった。また、2015年に入り出店地域の再編が行われ、長野県、石川県、福井県における当社の運営店舗型グループ会社に運営を移管されたほか、福島県は当社の運営に統一された。2015年10月現在の店舗数は、 松本清130店舗、だるま36店舗の計166店舗で、地域ごとの店舗数は以下の通り。だるまの展開エリアである岩手県、宮城県、栃木県以外の地域はすべて松本清のみ。店舗の詳細は松本清公式サイトの店舗リストを参照のこと。ありがとうございます。